高卒支援会の創業者であり、今は一般社団法人不登校引きこもり予防協会というですね、協会を作っている代表のものでございます。はい、じゃあちょっとですね、まあ、こんな僕、実物と全然違う。まあ、これ、昔本を出すときにスタジオ撮影して、まあ、じゃあ次、はい。でね、これから話す人が、どんな人なのかっていうのが、わかんないとね、ちょっと興味がわかんないと思うんですよね。いつも偉そうなこと言ってね。いや、お母さんのちょっと育て方がねとかっていう人がどんな人なのかっていうと、まあ今年で私は63になるんですけど、一応4人家族で妻は変わってません。いやいや、別に変わってる人もいますから、まあ余計なこと言わなくてもいいんだけど、妻はずっと変わってません。こちらちょっと今年の3月にみんなで家族旅行で石垣島行った時の写真なんで、まあ長女が教員で、次女が銀行員、2人の娘を育て上げました。で、まあ長女に結婚してですね、こっちの、右側にいる子が僕の婿でございまして、中国の、なんだあそこハルピンか、ハルピンの方から研修生で来て、で中卒、まあ高卒支援会なんで言うと中卒なんですけど、こいつ、まあ、でも非常にいい男で、まあ、自分でなんていうのかな、一人親方で建築業自営でやって、非常に仲がいいというか、そういう家族で、で孫が今1歳4ヶ月孫を育て奮闘中でございまして、実は今日もですね、孫がスイミングやってるんですから、僕もプールに急ぎました。だいたい 1.5 キロぐらいついでに泳いでますけど、まあこんなような家族構成でございまして、まあ次女は今この写真に都合があっていなかったんですけど、一応この5人で同居するような、今年中に多分家ができると同居するような、まあ、構成でございます。はい、じゃあ次、まあ、このきっかけとか創業の思いっていうのをね、今日はこの動画とこう会場にいる皆さん聞いていただきたいなと思う。なぜかっていうと、何でもそうだと思うんですよ。何でもそうっていうのは何言ってるかっていうと、車、ホンダって車あるじゃないですか。そうそう、創業者の本田宗一郎が気に入ってるからとホンダに乗ってる人っていっぱいいるんですよ。そうだよね、言ってる意味は。パナソニックだとそうだよね。松下幸之助の商売、経営の、なんていうの、商売のやり方がいいからっていうんで、松下しか買わない、パナソニックしか買わないっていう効果って多い。それと同じで、高卒支援会も、創業者、杉浦貴信っていうことを、もしかしたら理解していただくと、今後、お子さんとか、高卒支援会とのやり取りで、理解が深まった、あと、不登校引きこもりに対する考え方っていうのが、もっともっと深まるんじゃないかな、っていうことで、まあ、私なんか自慢話ってあんまりしたくないんだけど、自分の話を今日はしたいな、きっかけを皆さんにお伝えしたい。2つあるんですよ、私。1つ目は自分の個人的なことなんだけど、小学校3年の時に保健室と、だから今から50年ぐらい前な、もう50年以上前な、50年以上前の教室の風景っていうのをなんとなく想像できる方っていらっしゃいます？ちょっと手を挙げていただきたい。ああ、やっと私の仲間が一人いたなと思って。まあ、ね、嬉しいよ、お子さん。ね、50年前の教室って、すっごい今厳しい時代だ。人数が多い時代。1クラス45人だ。ね。どんなクラスだったかっていうと、どこでもそうなんだけど、黒板的なことあるよね。ホワイトボードはホワイトボードだけど、黒板を、こっちに黒板だとしたら、まっすぐにこうやって一直線上で、姿勢正してこうやって、こう座ってないと先生怒るような、そんな雰囲気の、こう、なんていうの、その当時の教育ってそういうレベルだったんですね。お前さん、そうですよね。いやー、よかった。一人いるだけでも僕はもう助かるんですけど、そんな中で、ね、50年前っていうのは不登校とか、登校拒否とか保健室登校と一切言葉がなかった時代なんですね。で、なんで僕が保健室登校になったかっていうのを、皆さんクイズで、3択でです。ちょっとクイズ形式で当てていただきたいなと思ってるんです。いいですか。当たったら、もしかしたら何か僕がプレゼントするかもしれない。例えば、相談を、例えば何かするかもしれない。相談料をもしかしたらデスカウントする。優先的に相談を入れるかもしれない。だから真剣にやっていただきたいんですけど、なんでその時僕は教室に保健室、行けなくて保健室登校になったか。3つですよ。3つ。体の3箇所が実は悪かった。どっかが悪かった。3箇所言いますか。1箇所目、頭。2箇所目、鼻。3箇所目、お腹。はい、じゃあこれでいい。はい、1箇所目の頭だと思う。みんな。はい、2箇所目の鼻。おいない。鼻。実は、鼻。僕、アレルギー性鼻炎。
芋を動かして、寒い時になると鼻がガラガラ出ちゃう。で、緊張をそんだけ強いるような授業だったから、ポケットにちゃんとハンケチとか鼻紙とか持ってるんですよ。切り紙とか。その当時ティッシュってないからね、鼻紙って言ったんだよ。鼻紙ってうんうんってうなずいてくれる人何人かいるんで、僕もそれが嬉しいんだけど、まあまあティッシュですよ。でもチンとやりたいなと思ってもチンとやれないわけ。でどうしたかっていうと、こうやるじゃない、内職みたいなことやるわけです。そしたら後ろからこう先生が来て、カーテンレールの防火なんかを持ってるんですよ。わけもなくその当時の先生って。で、それでぶっ飛ばしたりとかするんですよ。後ろ見たりとかするとかするんで。で、そんなので、背中にブスッと刺されたわけ。なんでっていう、姿勢を正せっていうだけで。で、そしたらもう余計鼻が出るわけですよ、これ。ね。で、それから保健室って言っちゃった。小学校3年から10月ぐらいの末から、翌年の3月末までずっと言ってるわけですよ。親も、担任の先生も、なんで教室入らないの？怒るわけよ。でね、ここがですよ、実は鼻ってさっき僕言いましたよ、これ実は今の本当の原因は鼻じゃないんです。そういうことを深掘りしないと、例えば今子供が深掘りしないとダメです。表面的に悪いから、じゃああれだ、あの保健室行ったんだ、じゃあ何が一番ダメだったかっていうと、先生様々みたいに棒を持っている先生がいて、威嚇するような授業だったね、宿題忘れたらボコンと殴られたり、もみあげこう引っ張られたりするような授業だった。やじゃ、そういう拒否感があったの。今振り返ってみると、そういう言葉っていうのは具現化するわけ、大人でも分かるようになる。だから本当の原因は先生様々みたいな、そういう何ていうか、先生が怖かった。で、まあもちろんその表面的には鼻が悪かったから保健室行ったっていうのが全てだ。だからあれですよ、表面的なことだけ見て、この子こうだからって言っちゃダメです。まあ僕らはその辺は慣れてるから、例えば深掘りしますからですね、どうしてそれがどうなのか、全部こう聞いて、それで深掘りして、まあそれがプロですから。まあまあですよ、覚えといて。で、まあそれで、どうしたかっていうと、養護学校に行かされるんです。小学校4年の時。僕、池袋生まれの池袋育ちの、シティボーイなんですよ。だから、豊島区には、豊島区池袋にはですね、あの千葉県の君津竹岡っていうところを提携する全寮制の養護学校があった。それで竹岡養護学園といったのかな、そこ行ったんです。で、僕何にも分かんないんですよ。とにかく小学校4年の時に不登校でもない、保健室登校で会ったんだけど、結局その当時の言葉で言うと虚弱体質、体鍛えとけ。だから小学校4年から半年間竹岡行ってきた。で、どんな生活したかっていうと、これ大変ですよ。6時に起きて、6時半からですね、軽く摩擦です。ゴシ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 。体鍛えるんだ。で、午前中勉強しない。海だ、山だ、川だっていいとこですから。ね、遊びですよ、とりあえず。みんな、勉強後から。で、普通の学校は45人学級なんだけど、当時、そこの学級は20人。僕も含めて、のび太くんみたいな、鼻垂れ小僧みたいなのがいっぱいいるわけです。ね、早く家帰りたいだとかさ、ね。僕なんかもそうなんだけど、おばあちゃんと同居してたから、その時まで布団をこう自分で上げたことないんですよ。上げ下ろししたことない。だから、布団の上げ下ろしだけで肩で息しちゃってさ、もうこれどうしようかなと思ったんだけど。だけどやっぱりそこの竹岡っていうところで、20人、そういう根性なしが、僕みたいなやつが根性なしがいたんだよ。1ヶ月ぐらいすると、みんな生き生きしたような顔をしてるんだよ。なんでかなと思って、今振り返ってなんでかなと思うと、やっぱりね、規則正しい生活だよね。規則正しい生活。プラス、学校っていうところだよね。勉強できないと嫌なとこなんだよ。そうでしょ？普通に考えたら。で、20人学級で、養護の先生がすごい優しい先生だ。できないっていうことを前提として教えてくれるもんだから、こっちもね、どんどん食いついていくわけ。で、しかもできないっていうことだから、小学校1年からやり直しっていうか、復習、学び直ししてもらったわけです。短冊みたいなドリル、今でもあるでしょ？国語とか算数の。あんなのをずっと、小学校1年から3年までやれば、そりゃ、普通できるよね。で、その時僕が振り返ってみて、学んだことがあるわけ。後に家庭教師とか、塾の先生とかやるときに学んだことがある。これもでかい話だ。人は、できないところから振り返って、ちゃんと教えてもらえれば、8割、9割はついてくる。これを学んだ。そして、生活の面では、自分で布団の上げ下ろしをしたり、自分のことは自分でやれっていう、
自立心、そういうのが僕以外も 僕も含めてだけど、みんながそれを学んで体験して不登校を克服する、まあ、その時言葉が不登校っていう言葉ないから虚弱体質を克服する、で後にですよこう塾をやるって言った時にミッションが出てる。それはこの竹岡の原体験で学んだことをそのままフィードバックしてるミッション。子供たちが規則正しい生活をし、自信を持ち自立し、社会に貢献する未来を実現し、社会に貢献する未来を実現するまでの手前のここまでは全部竹岡から僕は原体験でパクったこと、身についたこと、37年これをやってるんですよ。だからこの考え方で竹岡で学んで普通の学校に帰ってきて本当に当たり前の生徒になったの。根性なしじゃなくなってちゃんとプールでも泳げるようになったり、飛び箱もちゃんと飛べるようになったり、たくましい子になったの。でまあ中学も卒業、日本の大学は嫌だ、あったかいところの大学行きたい、カルフォルニア州立で。で親に言ったんですよ、僕高校3年の時に、ね、僕アメリカの大学行きたいんです、いやお前ちょっと日本の大学なんだろうみたいな感じだったんだけど、まあ1年バイトしてどこ日を食べるんだったら行っていいよってこと、まあ、言ってきたわけです。でまあ4年ぐらいかけて大学卒業するんですけど、ロングビーチ、キャルステイト、ロングビーチ、いやキャルステイトユニバーシティロングビーチってところを卒業するんですけど、まあ、これは留学の話するとこれだけで終わっちゃうからちょっとカットするけども、まあ、アメリカの留学で学んだことっていうのが2つある。2つ、1つはやっぱり多民族国家っていうか、あのなんていうの、雑居みたいな人がいっぱいいるようなところだったから、どんな人でも話を聞いて交わる、もうその格好とかそういうのとらわれずに、そのなんていうか偏見っていう感じで見ないで人と話すっていう、そういうこう態度っていうかマインドができた。それは後に僕もあの生徒をこう不登校だ中退だ人もりだっていう面談をするときに、僕今でもそうなんです。人に対してのフラットそういう癖がついて、こいつがダメとかどうこうって一切思わない。今のその身なりがどうのこうのって全然関係ない。とりあえずそいつのこう反応を見て、それでゼロスタートでそいつのことを、そういうスタイルになって、住居のガキなんですよ。最初にアメリカで友達作ったのは LGBT ゲイでした。だから僕はもう LGBT の話なんかもかっけってどのところですか、今に始まったことじゃないから。で2つ目は、僕はあのビジネスアドミニストレーションって小学部だったから、あのなんていうの、会計の学科に学んでたんで、最初に一般教養でプログラミングっていうのを習うんです。だからそのプログラミングのことを勉強したっていうのが後に例えばまたあのパソコンとか普及した時に基礎ができてるから、あこんなこと絶対ありえねえなっていうことをよくスタッフなんて怒るんで、なんで分かってるのかなっていうのはやっぱり物を知ってるから、そういう部分基礎的なもの、だからそれがまあ今でも役に立つ。でまあアメリカから帰ってきての話っていうのがこれメインなんですけど、今から37年前なんですよ。37年前僕帰ってきて、もう就活全然終わってないので、ね、2月ぐらい帰ってきた。で何したかっていうと、 ECC の英会話と家庭教師、あと予備校の講師、わー時給高かった。 ECC の英会話の講師は時給3500円、武蔵予備校ってあの大塚にある予備校が時給6500円、家庭教師は時給1万円だった。2時間行くと2万円プラスコース、まあ、聞いて23種のガキがですね、まあ1000万以上ですよ年収。もう天下取ったようなつもりでですね、わーすげえな、いいなと思いましたよ僕本当に。で3年ぐらいかな、僕あの家庭教師でも結構すごくラッキーなことに、医者のうちだとか、どっかの経営者のうちだとか、その高いところばっかりだったから、で医者のうちなんかは、そもそもあの2人兄弟揃って、医学部行かないとダメだっていう話になって、慶応の医学部、山梨医科大学、まあ、今は山梨大学医学部なんだけど、受からしました。だから、あのままやったらもっと良かったのかもしれないんだけど、4年目になって、中卒浪人って言うんだよ。中卒浪人って聞いたことある、まあ、あります。どんな感じ？まあ、あの僕がまさにそうなんですよ。うん、まあ、あのよかった。中学出たものの、高校は、うん、まあ、半年ぐらいで辞めて、まあ、大学に出ずずっと引きこもって、で、まあ、行かないとやばいなって思って、僕はあの19の時に進学したっていう大学で。OK、うんうん、まあ、そんな感じです。ありがとう。そういう、もう模範解答がまさか来ると思わなかったんですけど、まあ、あの中卒浪人っていうのは、3、4年こう家庭教師やった後にこう来まして、でこう電話口でお母さんが開くんだよね。
こんなことをかあの親戚にも言えないんだけど、うちの子中卒浪人なんですよ。僕全然知らないから、中卒浪人って何ですかって言ったら、高校進学したくても高校進学できない子だ。後で振り返ってみると、それは団塊ジュニア世代の受験戦争、当時の受験というのは今よりももっとすごくて、高校受験が受からなかったら自殺するっていうのは痛ましい事件も結構あったんですよ。だから高校受験イコールなんかもう、なんか受かんねえとやばいみたいなね、そんな世相でした、37年前に。で、僕そこのうち行ったんですよ。こうやって、まあ、こんなもうなんか、もう早く来てくれっていうから行ったんですよ。その年の5月ぐらい。そしたら、出てきたら、その子って、今でも覚えてないけど、こんなの、なんていうの、リーゼント。不良じゃんってやつが来たらいるんですよ。うわぁ、やだな、こいつとかって。こんな変なとこ行くのか、来るのかよとか思って、もう断ろうと思って、もう家庭教師やめようかなと思って、帰ろうかなと思った。帰ろうかなと思ったんですけど、まあちょっとコーヒーを入れたんで、ちょっと飲んでくださいって言うから、飲みまして、話を聞きました。そしたら、まあ、その当時は、その子が、その、まあ、担任の先生と折り合いがあるんだ。で、担任の先生が折り合いがあって、まあ、あの、決定的だったのが修学旅行に行って、カセット式のウォークマン持ってた。持ってっちゃいけないのに持っていくやついるんですよ。そういうやつに限ってね、見つかるの。で、見つかってどうしたかっていうと、バケツの中に水を汲んでる、みんなの前で、ウォークマンその中に、バケツの中に入れたんで、これ僕頭しちゃってね、僕がその話聞いて、切れちゃいました。その先生何言ってんのかなっつって怒っちゃって、それで僕は今まで何ていうのかな、養護学校竹岡行ってたってこと忘れてた。留学帰りで家庭教師でいい生活してたから、別にそんな自分が過去そんな何ていうのかな、弱っちいそういう団体にいると思ってるだったんだけど、忘れてたんだけど、ビシッとこう何ていうのかな、思い出すわけ。その何ていうの、ウォークマンを水の中に入れられたっていうのと、その小学校3年の時に、棒を持って来た先生がいるわけですよ。それがもう点と線になって、こうやってぶつかるわけ。で、どうしたかっていうと、最初こう、突っ張り組んで嫌だったんだけど、ちゃんとお手とお座りを教えようと思った。そして、その先生に対してリベンジしよう。よしって思ったの。それで、そいつのところに週3回、5月から翌年の、まあ、受験終わるまで鍛えまして、1年遅れたんだけど、都立高校、受からしたの。喜んでね、本人も親もね、時代の世相が全然違うから、その時通報もなければ、高卒認定予備校も何もないわけ、受け皿何にもないんです。何にもない時だから、受かんないと、まあ、もう何て言うの、認否人みたいな感じの時代だったから、すごい喜ばれ。それでどうなったかというと、産経新聞が来た、NHK が来た、次、つらいの、ボケットしない。こんなの来たんですよ。苦悩する、中卒浪人に春を言う。僕ですよ。ちょっと太めでしょ。ね、いやちょっと太めだなって顔されたよ、なんかもうこの時ね、80キロぐらい、今72キロ、今のがいいよね。もうなんかちょっとギリで、うんうんっていうのが続いてますけど、まあそれで僕は家庭教師やめたの、塾をやることです。まあこれ、まあ、で、言っておきますけど、東京中で中卒浪人の専門の塾をやってたのは、僕は最初なんです。サポート校もないし、高卒認定予備もないじゃん。最初なんです。インターネットがない時代でしたけど、その僕のところしかないから、ね。で、まあ、そういう、こう、なんていうのかな、5、6年経つとですね、はい、次のスライド。5、6年経つとですね、今度は、都立の試験で、単位制で、不登校とか高校中退者っていうのを、もう、幅広く取り入れますっていう話で、山吹、燃える駅って神楽坂だったのか、だっけ、江戸川橋だっけですよね。その、校門から駅までずっとあれですよ、受験志願の列です。当時ヘリコプターで NHK ヘリコプターでだって上空からだってオンエアしてる。それほど人気だ。だからここにも書いてあったけど、競争倍率が20倍とか30倍なんです。これがまたです。僕の知ってる人が2人受かっちゃうんですよ。僕何にもしないですよ、実は。今言うけど、そいつらがたまたま中高一貫で頭のいいやつで、僕のところに遊びに来てただけなんだけど、受かっちゃって。で、受かったらどうなるかっていうと、翌年から、山吹入りたいんで、先生お願いしますって、僕は。もう僕もちょっとそんな今だからこそ、今の裏話を言うけど、その当時は、先生って言うのは、僕の言う通りやってれば受かりますから、みたいなこと言ってるわけですよ。調子いいですから、僕。で、この時のフェーズが、今度は時代の流れが変わってくるの。どう変わったかっていうと、当初は中卒浪人だったのが、今度5年ぐらい経つと中卒浪人というのがだんだん通信制高校だとサポート校だとできて、要するにだから高校進学っていう困難っていうのが抜けてくる。でもこの
1991年で一番高校中退者が多い時代、ね、受け皿からよし分かった山吹の予備校をやろうと年間50名以上です合格者もです、ね、数年出すんです。いやーすげえな。ただねやっぱりねそうなんていうかな、出身の学校がいい学校はいいんだけど、やっぱりこう受験前や1週間前でちょっと合格させてくれたってそれは無理があるじゃん普通に考え。だから一定数落ちるんですよ。どうするのって話になった時に、はい次の17年前って言ったんですけど、通信制高校をやろうか、まあ、サポート校っていうのがフランチャイズを加盟してもらえませんかということで、向こうから関西方面から校長がわざわざ来るんですよ。あいいですよ、まあ、要するに、まあ、落ちるやつもいるから、その後高卒を取るためにうちのサポート校をやったんですが、でこれがね後々大変なことなんですよ。次でね、通信制高校をやり始めてから全く違った生徒が来るわけ、本人今までと。なぜかというと、山吹ってはっきり言って入る、今でも昔もハイレベルなんです。昔はすごく超ハイレベル。今はそうでもないんだけど、まあ、意識の高いとか、勉強ができるとかっていうやつが来るんだけど、通信やった途端に、20歳以上で、40代ぐらいの女性から、先生、高校中退しちゃったんで、もう一回取り直したいとかっていうような、中高年の方も来れば、知的障害だとか、発達障害、今で言う。大昔は軽度発達障害です。だんだん名前変わってるんです。で、引きこもりという言葉がですね、一般的じゃなかったのに、引きこもりが来るのよ。10年以上も引きこもった24歳の女性、H さんと出会う。あったでしょ。この H さんのどうやって出たかっていう、また3択クイズをですね、ちょっと皆さんにちょっと聞きたいと思うんですけど、H さんはどうやって10年間引きこもりから抜け出せ。いいですか、3択で答えていいですか。歯が痛、まだ3つ言ってないからね、ちょっと早い君は。歯が痛かったってのは1、2、僕の素晴らしいカウンセリングで外に出れた、ね、3、男性が好きな男性がいてその男性に会いたいから出た、この3つの中から選んでください。1、歯が痛いと思った人、いや、ほぼ全員じゃん、これみんな知ってんのかな。まあ実は答えが歯が痛い。親父がですね、歯が痛いんで、もう歯医者に行かざるを得ないって言って外に。でもその後ですよ。その後は一番近くの通信のところが先生だった。で毎日楽しそうなブログ書いてるから先生のところに来たんですっていう話になって。ここで会ったらですね、24歳見えないんですよ。全部オール通販、通信販売の洋服だから、ちょっと通信販売の洋服ってちょっと、なんていうの、女性層が高いんだよね、購買層がね。だからなんか40代ぐらいに見え、30代、40代に見えた。で、そんな話、ちょっとおっと驚いたのを見て、彼女は、私全部オール通販で来ました。まあ、そんなんで、まあ、彼女の、まあ、10年以上、引きを持ってた理由っていうのが、中学校2年からの不登校の見守り、放置で、そのまま卒業されて10年間引っ込まれたんですね。だから盛んに僕ツイッターとかブログで言ってると思うんだけど、不登校の見守りって何なの、見守って何もやらないってことだからね。だからそういうふうに考えると僕からするとどうなのかなと思うんだけど、まあ次でね、結局この子に何をしたかっていうのが今の高卒試験会のこうやってることの原型になるんです。何をやったか、まずその子にはアルバイトをしながら学び直しをしなきゃダメだよ。とりあえずあれ簡単じゃないですよ。10年引きこもったんでしょ。アルバイトの探し方わかんないですよ。アルバイトニュース駅であるんだよ。あ、そうですかっていうぐらいのレベルです。履歴書を書くから、面接の映画、全部教えました。今、竹村がやってる、ね、大倉がやってる、根本がやってる、それもう全部一人です。何もヒントがないんです。でもやって、学び直しもやった。で、関西圏のスクーリングをして、修学旅行の気分も味わってる。で3年間ほぼ毎日板橋にある教室に通ってくれた。っていうのも保育士の取得のために短大を進学して卒業と同時に保育士、今は23くらいの特別公務員として、数年前には結婚しました。子供の写真もこれどうです、これちょっと反応ちょっと聞きたいなと思うんですけど、どうですわーとか言ってくれません、ちょっともう少しすごいなとか、10年ですよ。そういう、こう、だから、
今ね、この在籍者、せいぜい3年ぐらいじゃ引きこもってるの。だから僕ははっきり言って、そんなのこう、なんていうのかな、スタッフからこうやって相談来ても、鼻くそにか思わないですよ。申し訳ない言い方ですよ。で、親からなんか、泣きそうな声って言ってね、先生、これ、うちの子、大丈夫ですかね、ね、お母さんからもいろいろ言われてね、大丈夫ですかって言われますよ。鼻くそですから、何度も言いますよ。だって僕、10年の引きこもった子を面倒見て、ここまでしてるわけだから、僕からすると、本当に超いいとしか言いようがない。経験があるから、でしょ。だから別に自慢してるわけでもなくて、ただ単に経験で言ってる。大丈夫ですよ。そのぐらいだと思うんですね。次です。でもね、いいことばっかりないんですよ。同時に、その、本当にその、同時期に、2件の殺人事件と関わる。1件目は、小学校2年から18歳までの、引きこもりの男子、その父子家庭だったんですけど、4月から毎日通うんですけど、冬休み中に、明日通信制高校行かなきゃいけないよって話を親がしてるときに後ろから刺されて絶命しちゃった。で、僕もなんでかなと思ったんだけど、留置場で死んじゃった。僕からするとこの話ってあんまりしたくないんですけど、だって、ね、全然原因が分かんないし、あんだけ毎日懐いてるうちに来た。ちょっと分かんない。で、ネット予告の、殺人予告は後で刑事さんに聞いたらあった。で、次が元生徒で、小学校5年から中3までお世話させていただいて、埼玉県の所沢高校に進学させたの。中退しちゃったんで、僕が面倒見て、高卒認定、まあ、その昔、大学取らした。そこから海外に留学行ったんだけど、その後、親から、まあ、何もないから、僕からすると、ノーニュースイズグッドニュース。頼りのない知らせはいい知らせだと思ってたから、わーってしてたんだけど、親から連絡があって、先生、ちょっと病院の中で、うちの子が看護師刺し殺して事件になっちゃった。どうしたの？いや、なんか裁判の資料で言うと、海外で発売禁止の薬っていうのを多量にオーバードーズって多量に投与されて廃人のようになっちゃった。それで看護師に刺し殺したんです。ちょっと証言してくれと言われて、そこからですね、僕思ったのは、薬で不登校って治んない。その17年この事件以来もずっとなんかこういろんな相談を受けます。例えば起立性調節障害ですよ。で、薬飲ましてるんですけど治りません。他にやることねえのかって思うわけ。言ってる意味は、そういう話を聞くと、例えば昼夜逆転したりとかしてね、朝4時に寝て、ね、夕方起きる、そんな生活してて、なんでまず医療機関に頼るのか。まず頼るところはもしかしたら高卒支援会みたいなところだったりとか、もしかしたら僕の以前体験した竹岡みたいな、そういう合宿みたいなところがあればいいんじゃないのかなと私は思うんだけど、ね、だからこういう、そのなんていうのかな、引きこもり、次、ボケっとしちゃう。で、引きこもりの支援っていうのは、H さんのように成功する場合もあるんだけど、リスクが伴うんだよね。子供だからって言ったって、親を殺すっていうリスクが。で、向精神薬っていうのは全く効果がなくて、まあ、それからずっと僕通信やってて、まあ、そういうふうに服用されてる方っていうのも何人も今まで見て、もう正直な話、ここだけっていうか、まあ、もう具体的な名前は僕も言いませんけど、廃人のような人が多い。で、挙句の果てにどうしてるかっていうと、精神手帳で障害年金もらってたり、ある人が言ってました。それも解決じゃないの？ふざけてる。不登校の解決っていうのは社会に貢献する未来を実現しますっていうのがうちのミッションだ。そんな障害年金をもらうっていうためにやってるわけじゃない。まあ、そういうお考えの人もいるから。で、僕は、この尊い犠牲の経験をもとに、2月に大卒公務員で発表あったでしょ？見た人いると思うんですけど、あの子がちょうど引きこもりで来るわけです。こういう経験をもとにして W 君っていうのを僕は対応するわけです。見ての通り彼は大卒公務員になった。蹴ったり。これいいことばっかりないんですね、僕の人生ってね。関西の学校っていうのは、通信制高校提携先っていうのが、ウィッツ青山学園高等学校といいまして、就学支援金詐欺事件っていうのがあって、なんかもう、テーマパーク行ったら、なんか単位をやるとか、わけのわかんないことを やらかした学校のフランチャイズ。まあ、本当にもう、風評被害で、通信制高校の生徒60名ぐらいいたんですけど、もう風評被害で、まあこれ見ての通りなんですけど、まあ大体5名ぐらい。いやー、ほんとやべえなと思いました。で、最終的に生徒は、もうこれ、正社員も全員辞めましたから。で、最終的に残ったのは生徒5名と学生インターンと私だけなんです。その時の学生インターンって誰だっけ？ここにいるよな。手挙げて。
絶対お前ら二人な、あの時は本当にやるよと。で、あとここの下にもぐだぐだ書いてるんですけど、あの養老の滝さんとレック東京リーガルマインドの社長だけは僕のこと信用してくれました。あの杉浦さんとその事件は無関係だから、今まで同様に不登校引きこもり支援というのをやってくれと。レックさんは好きなだけ教室貸して、あの昼間だから昼間空いてるから貸しますよ、そういう約束をしてもらったの。だから今ですよ、僕が高卒支援会を辞めてもです、会長として残っててもですよ、水道橋無償提供、新宿エレタはどこもみんな無償提供、そういうことをしてもらうことによって好きなだけ引きこもりの支援でできるんですよ。なんで当てになんねえじゃん、引きこもりなんていつ来るか分かんないの。そんなんで事業計画立てられないんですよ、普通に考えたら。軸じゃないんだから。来ないってことを前提としたビジネスって本当は成立しませんよ。そうでしょ。だからそれを分かってくれたんですよ。養老の滝さん、山田社長、今でも覚えてる。僕説得したんですよ。これもちょっとクイズ出しますけど、どのぐらい説得に時間がかかったかっていうクイズをさせていただきたい。3択でいきます。3択でいきます。ご参加ください。1番、3ヶ月。2番、1週間。3番、10分。1番、普通そうだよ。2番、3番。すごいな。10分です。まあ、僕の人となりっていうのを分かってくれた人だと思う。まあ、このパワーですよ。推しですよ。もうなんか、昼間開けるから使わせてくれっていう、もう特攻隊みたいな言い方しまして。そしたら、おお、分かりました。で、もう、それで貸してみる。まあ、その勢いで、まあ、レックなんかも、あの社長がウィッツの風評被害の渦中であってもかあったにもかかわらず、次気前よく新宿エルタワーをポンと貸してくれた。好きなだけ使っていいから。僕池袋の生まれだから新宿行ったことない。だから新宿エルタワーっていうのはどれだけのレベルかって分かんなかった。でも初めて行ってびっくりした。えこれすげえな、行ったことありますよ ね。西口から歩いて2分、一番近い高層ビルじゃん、ね、家賃僕聞きましたよ、恐る恐る。月額いくらだと思います？月額、あそこ600そば、18回、レックさん。これは三択だとめんどくさいから言っちゃいますと、月額2000万。だって、上とか下とか、野村証券とか、大手の銀行とか入ってるんですよ、普通でいらない。お願いしますよ。それを好きなだけ使ってくれ。まあまあ、それでですね、僕、思いました。まあ、自分は、まあなんか事業料返還で経済的に困難で、親からもその時借金しましたけど、初めて。だけど、こっからは業界の非常識っていうので、やったろうと思います。なぜか、もう僕はもう失うものが何もない、その時は。お金もないし。それで、ただあるのが、養老の滝さんだったり、レックさんの反町社長がバックアップした。お金じゃないよ。この教室を無償に提供してくれよ。よし、分かった。俺は業界で絶対やらないことをやろう。この業界でやらないこと。その1、毎月保護者会を開催するです。この業界では、普通不登校のサポート校というのは、年に1回、あって2回、いいとこ、楽器ごとですから、そんなもんじゃ。うち何回やって、毎月やってんじゃん。ほら、それだけ暇だったんですけど、まあ、裏返すと。まあまあ、それは置いといて、まあ、毎月やろう。毎月やることによって、皆さんの不安を解消しよう。それだと、引きこもりっていう、引きこもりってことは、まあ、対応するんだったら、本当にやっぱりお父さんお母さんのこう話っていうの、情報をこうキャッチしないと間に合わないことがあるから、毎月やろう。で、引きこもりとか訳あり生徒っていうのを積極的に募集しよう。どうせ行き場ないんだ。どうせ行き場がないっていう考え方は僕しません。人は居場所がなくなると引きこもるんです。これ引きこもりの法則って言うんです。もう一回言いますよ。人は居場所がなくなると引きこもりますから。これは別に全年齢、どの学年でも何でもそうです。そういう法則があるじゃないですか。普通に考えそんなことをやるのは良くない。もっと言っちゃうと業界の常識、非常識っていうのを打破しようで、積極的に救ってどういうことかっていうと、毎日不登校とか引きこもり大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ブログ書く、みんな来るんですよ、ブログだけで。だって誰もって受け入れないから、ね、今だって引きこもりって書いてありますよ、あの通信制高校でもどこでも書いてあります。でも迎えに行ってるところなんてないじゃない。合宿してるところなんかないじゃん。口だけじゃん。うちちゃんとやってますから、スタッフちゃんとね、派遣したりとかしてるじゃん。で、ここでも出てくるのが、今でもそうなんですけど、教育委員会に相談しても、見守りましょうっていうのは、ハンデをしたみたいにある。別に、これは別に皆さんだけじゃない。これ全国いろいろこう、いろんな電話とか来るんです。今、電話の担当、大体いつも根本だよな。
大体行くんだよな、そうやってな。見守りましょうだろ。それでみんな引っかかるんだよな。先生とかカウンセラーが見守りましょうって言うと、なんとなくそれで、あ、それで効果があるのかなってみんな思っちゃうわけ、素人は。でも僕からすると、ここに書いてある。課題解決を回避してるにしすぎないじゃん。こんな見守りましょうって引っかかってるの。もう少し皆さん目覚ましてください。私が声を大にしていますけど、見守りましょうっては、ケースバイケース。ケースバイケース。愛情を持って見守りましょう。僕らに。え、ダメだなと思ったら手を差し伸べるの当たり前じゃない。だけど大体電話で来ると見守りましょうって言うから、娘や息子と挨拶もしないんですよ。会話もないんですよ。そんなの見守りましょうでも何でもねえじゃん。放置じゃんって思うんですよね。で、まあ、訳ありの続きなんですけど、少年院とか鑑別に入った子っていうのもそうなんですけど、学校っていうのはですね、高校は受け入れないです。悪いことですよ。どこの学校でも。通信だって、いやもう少年院って言ったらみんなドン引きします。うち全然 OK ですから。だって昔からやってたから、僕。ね。で、ちょうど、その新宿エルターでやった時に、やっぱり少年院外の子が来るわけ。で、僕ら育てるわけです。その時、竹原がいて、やっぱり大倉もいたもんな。あいつがいた時。お前いたっけ？お前だったのな。うん。あ、そうか。まあまあいいんだけど。もうちょっと細かいこともすぐ忘れちゃうんですけど。まあまあ、それで、結果的にその子、ABC も分かんなかった子がですよ。ちゃんと大学進学してるんです。卒業してるんです。今年の3月に就活までして。これが課題解決です。僕、うちに。で、別に、本当に自慢しますけど、2月、3月と、不登校引き込みだった Y 君、W 君、S 君とか、公務員って、なってる子って、結構別に10年の前の子もそうだけど、結構多いです。つまり僕らは、不登校の解決っていうのは、職に就かせることだと思って、最終的に。高卒の資格を取らせるんだったら、別にそこらの通信学校いっぱいあるじゃん。お金出せばいいじゃん。僕は違うの。僕、うちらの団体は、ちゃんと大学行ったら行ったでいいんだけど、その後ちゃんと就活できるかどうか、そういうのも鍛えてる。岡安さん、学生インターンで言うんだよね。卒業生。うちの卒業生、何言ってるか。高校生の時に学生インターンで自己紹介した時に、ここで大泣きしてるんです。本人を目の前にして申し訳ないんだけど。今立派に司会役やってんじゃん。これが僕らの言う鍛えるってことだ。ね。カーテンレールを持ってぶん殴るのがそんなの鍛えるんじゃないんですよ。昭和じゃないんだ。ちゃんと、自信をつけさせるっていうことが必要だなと思うんですね。次。ああ、本当ね、人生ってね、いいことばっかりないんだよね。理事長を辞める決断っていうのは、今から5年前です。2018年。僕、ガンだと。強戦士という。強戦士っていうガンを聞いたことある人います。何でしょう。なぜかというと、これ、希少ガンだから。10万人に1人とか、何とかって書いてある。でね、もう僕、終わったと思いましたよ。正直な話。聞いたこともないから。で、不安で1週間ぐらいは妻と一緒に、強戦士っていうのをググるんだけど、もう別にググり疲れしちゃって、1週間。不安で不安でしょうがないわけ。で、スイッチが入るんですよ、1週間後に。不安を紛らすために、自分ってなんでこの仕事をやってきたのかな。俺が死んだら、この新米の学生インターン上がりの社員ってちゃんとこの組織運営できるのかなって思ってきた。で、最後の自分の家族はって言ったら、計算したら生命保険で、まあなんとか最低限。まあ、死んだらなんとかなるかっていうのは分かったんで、この2点だけをフォーカスした。改めて自分の人生を振り返ってみて思ったことがあるんです。それはさっきからずっと言ってる課題解決。自分がまず不登校を克服した。それも全寮制の特別支援学級。それのやっぱり社会に恩返しをしなきゃいけないな。かっこいいこと考えるわけですよ。死ぬ前ってなんか崇高なこと。時間がもったいないなと思い始めました。俺のこういう、これだけ今までやったノウハウっていうのは、なんかないかな。それで、結果的には、例えば、事業計画だとか、そういったものを、彼らに僕は指示する前に、お前こんなんでこういうのやっとけよ、みたいな感じで言うわけです。これじゃあ三択にしまい、あ、これはちょっと皆さんちょっと聞きたい。で、そんな時に、手術の目前ですよ。の時に、先生大丈夫ですよ、そんなの先生だったらって言ったやつがいるんですよ。このメンバーが、3人です。大倉、竹村、根本、いるんですよ。誰だと思う。別に、そいつのことを別にいいとか悪いとか言ってるんじゃないですか。根本だと思うし、いない。竹村、答えは大倉です。一瞬思いましたよ。お前、人のことだからと思って、適当なこと言ってんじゃないかなと思ったんだけど、今こうやって言うってことはどういうことかって、感謝してるよ。ありがとうございます。言ってもらってね。まあ、軽い気持ちでも言ってもらうと、やっぱ励ましになるんだよね。だから、まあ、おかげで、手術は成功したんですけど。ちょっと次、まあ、幸いなことに5年経ってですね、今年の3月です。医者行きました。どうでした？いや、もう、
来年から来なくていいからって言われました。治ったってことですかって、いや完治って言わないんだってね、寛解っていうらしいんですよ。こういう難しい言葉を使うらしい。ただね、僕ね、理事長を辞めるにあたってなんでそんな風になったのか、やっぱ自分で体調悪かったんですよ、いろいろなところ。だから結果的に5年間で4年連続入院してた。死にかけたことも1回あるんですよ。肺炎で49日入院したりとかしてる。だからやっぱり自分の勘が当たったんですね。2019年に竹村にバトンタッチ、自分のやっぱりこう体調の悪さっては自分じゃないと分かんないじゃん。で、僕はやっぱり責任があるなと思った。何が責任があるなと思ったら、生徒がいるんだもん。これが一番ですよ。保護者がいて、生徒がいて保護者がいる。それで僕がぽっくり行っちゃったら、怒涛に迷う。だったらもうお前やれ。で、僕は体調悪いから、もう5年の間は僕はもう、まあ、結果的になんだけど、規則正しい生活をまたやり出すんですよ。5時半に起きて、10時に寝て、あんだけ好きだった酒を断って、火曜日以外は毎日スポーツクラブ。最後になりました。未来への投資ということなんですけど、高卒支援会も一般社団法人、私どももずっと課題解決をやってきました。ガチンコでやってきた。中卒浪人の時はもう一回受けたいんだったら高校再受験っていうその手でガチンコでやってきた。高校に行きたいところもう一回高校行かせりゃいいんじゃん。普通にシンプルな会じゃん、ね、そういうガチンコでやってきた。で、高校中退で困ってる人がいた。どうしても高校行きたい、やり直したい、山吹行かせた。課題解決じゃない。不登校引き込みの解決を目指したい。高卒支援会も一般社団。不登校引き込みの解決って何だろう。社会に貢献する、未来を実現するってことで、職に就かせるってことだろう。学校なんか関係ねえよと思うわけです、僕からする。東大でようが、一橋でようが、いや、すいません、なんか出資者あげると申し訳ないですけど、どこの大学でようが関係ない。社会に役立つような仕事してるの、この人。そういう生徒を育てたい。で、しかもうちは僕が要するに創業者として、やっぱりもともとそういう不登校だったんだから、そういうその自信のない子を育てたい。さっき自慢して医者の子を医者にしましたよって自慢しましたけど、そんなできる子をできるようにしたいと僕思わない。どん底のやつを助けてくれっていうやつをなんとか。それはでも親がちゃんと最初のステップとしては、親がうちに来るっていう以外にないから、親との信頼関係があって、それで本人をそれの今まであるポテンシャルを伸ばしてあげる。この国は9年連続不登校過去最多となって、一般企業や組織からすると9年連続赤字みたいなもんで、信じられないの。教育大国だったんだよ日本は。高度成長時代はなんでできたかっていうと、幕末からですよ、ずっと海外のものとか知識を吸収してです。明治維新の時は国家予算の3分の1までつぎ込んでですよ、教育費用をやったから、昭和というゴールデンタイムです。敗戦はしたけども、昭和というゴールデンタイムを僕らは過ごしてきたわけです。何なのよ、教育なんですか。中学校で1日たりとも学校行ってなくても卒業させる、これ教育なのかよ。これが義務教育なのって僕らは思うわけ。普通にシンプルに考えてくださいよ。これ教育ですか。で、それで卒業証書見てもらって、あら、貴殿は3年間終了しました。何も終了してねえじゃん。お手とお座りもできた。挨拶もできた。そんなやつを平気で送り出して。それでいて、不登校は見守りましょう。不登校対策は不登校を見守りましょうっていう対策もある。これ対策ですか。見守るっていうのは対策なの。じゃあ、不登校が仮に火事だったらどうしよう。火事を見守りますか。119番電話したりさ、水かけたりさ、これ以上炎症しないからって毛布かけたりしないの。見守ったらずっと焼けていっちゃうだけじゃん。じゃあいいよ、アルチはどうですか。アルコール依存症、酒びたりの見守りますか。厚生労働省に書いたの、ちゃんと酒立ちをしていろんなプログラムを用意する。勘違いする。不登校っていう対策は、不登校を見守るっていうのは対策じゃない、課題解決を回避してるだけだ。で、僕からすると、子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自立、社会に貢献する未来を実現します。こういうミッションを世の中に広めたい。ほんで、もういろんな政府だとか国だとか自治体が SDGs、SDGs ってワン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 言ってんじゃん。口ばっかりじゃん。うるせえよって思うわけですよ。僕はちゃんと SDGs と質の高い教育をみんなに、これを目指していく。そして目指す彼方にあるのが9060、引きこもり問題。9060っていうのは、今90の親が60の引きこもりを面倒見るという逆回路、社会問題。なんで予防しねえの。義務教育で不登校のままやって、何、
高校進学させました。通信1日たりでも通えないようなところに進学させて何の価値がある。皆さん例えばもしかして会社の経営者だったりとか採用担当だったらどうします。1日たりでも来ないやつを雇いますか。雇わないよ。無価値だよ。僕からです。社会に貢献してないよ。僕は思う。少なくとも生徒だったら卒業するまでちゃんと挨拶ができて、ちゃんとアルバイト体験ができて、そしてどういうような職業に就くかっていうことまでちゃんとはっきりさせて、高卒支援会っていうのは卒業させるべきだ、してもらうべきだと。まあこれが私どもの、考えなので、これを聞いて理解が深まったな。あ、もしかしたらこんなやばいとこ来ちゃったなっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、本当に理解をしていただいて協力していただけるのであれば本当に協力していただきたい。月5万円寄付をくださいとは僕言いません。言ってるのはツイッターでいいねぐらい押してくれたり、フォローしてくれたりとかリツイートぐらいしてくれたっていうボタンポチッと押すだけなんだったらさ、ね、5万円くれなんて言わないです。もっとでかいところ僕経団連とか行って集金してきますから、そんなでっかいところ行きますから僕国を動かしたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございます。ちょっと時間オーバーしちゃった。質疑を取ろう。ここから行ったほうがいい。じゃあ最後のページにあるとわかんない、はい、発表お疲れ様でした。ですね、保護者の方にはですね、メールで事前にお送りしているんですが、まあ、今回のようなこういった杉浦会長の、まあ、講演会をですね、今後も実施していきたいと思っておりまして、今度はですね、保護者のお悩みとかに直接フォーカスを当てて、具体的なまあ、例えば解決ですとか、まあ、その状況に応じたサポート内容等をですね、まあ、講演会形式で発表したいと思っておりますので、こちらは QR コード読み取っていただくか、もしくはメールの方でお送りしているので、ちょっとアンケートにお答えしていただいて、匿名でも構いませんので、まあ、こういったことに悩んでるとか、まあ、こういったことを発表してほしいとか聞きたいとかありましたら、お気軽にそちらの方お答えしていただければですね、杉浦の方でやります。はい、あ、そうですね、はい、なんでよろしくお願いします。ではただいまから質疑応答の時間取ります。誰か杉浦会長にご質問ある方いらっしゃいませんか。10年引きこもってて公務員になられた女性の方なんですけど、なんか私の感覚から言えば10年引きこもってた間に多分その方って自分なりのなんか興味のあるものをコツコツやってらっしゃってたんじゃないかなって思うんですけど、そういうのはなかったんですか。全く引きこもってたんですか。彼女はね、規則正しい生活をしてたんですよ。実は10年間引きこもってた。だから家には外は出なかった。原因っていうのは中学校2年の時にご両親が離婚する時になって、母親がすごく虐待に近い形でちょっと追い詰めるんですよ。まあ、そんなので多分僕は引きこもった。だからまあ何て言うかな、家事みたいなのやってた。外には出ないぐらいだっていうのが答えです。何もしなかったわけではないですね。何もしなかったわけではないんだけど、まあ、なんていうかな、外には出れなかった。してた。ええ、それはそうです。さすがですね。なんか、やっぱり何もしないで見て、真似してて、本当に引きこもりで、壁ぶっ壊したりとか、面接こういうなんか、お風呂入らないで、下の降ってた人が、自分でこもってて、外に出たときに、公務員試験まで。そういうエネルギーがあるかなってちょっと思った。習慣って、それは経験の積み重ねですよね。それはそうです。この通りです。すごくグッといい質問です。されました。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。僕の2、3年前の経験だったんですけども、僕の同級生で統合失調症を患ってて、で兄貴も自殺して、家庭が機能不全でっていう、もう精神薬ばっかりも自殺にするまま繰り返して、この人大学辞めちゃったんですよね。で僕は
まあ、どうにかしたいんでその一緒に参加しようですとか、まあ、そういうふうに誘ったんですけども、なかなかその外から出る気配もなくて勝手にフェードアウトしちゃってみたいなのがあったんですけど、そういう人にもしその出会った時とか関係を持った時にどういうそのアドバイスとかしてあげたらよかったのかなっていうのがあります。まあ、あの僕からすると、まあ、薬立ちっていうのは、ね、一番だろうけど、友達同士で薬立ちってなかなかできないね。そうするとやっぱり楽しいことをやっぱりね一緒にこう過ごして、やっぱりなんていうのか、心のケアをしてあげるっていうことが必要なのかなとは思う。あの残念なことにこの精神薬のそのなんていうのかな、弾薬する施設だとかそういうのが日本全国にないんですよ。実はこんだけ日本は精神病とかいろいろあるんですけど、そういうのはないんです。アメリカでも結構あるんですよ、そういう薬たちっていうか、今オーバードーズとかある。だからその辺はちょっと質問に対して答えられないんですけど、まあ、本当にフレンドリーにその人のことを優しくしてあげて、可能性を見出してあげるしかないのかなというふうにしか思いません。すいません。そして言いますか。まあ原因がわからないと、その引きこもりであるとか、その原因がわからないと次なんですけど、やっぱ高校生とか、まあ、特にうちなんかはちょっと会話がないとかっていうか、本人とできないっていうのもあったりして、その原因を本当本人もわかってるのかっていうこと自身も、ちょっと私自身よくわからないですけど、今までご覧になられてきて、まあいろいろ根本先生のブログとかも拝見してると、やっぱ複合的な原因が、やはり、なんて言っても、それ本当に本人が把握してるのか、今まで原因なんていうかね、解明みたいなのに、まあ本人と多分話すしかないんでしょうけれども、本当中学生とか高校生が、そのいろんな理由で多分不登校とか引きこもりになってると思うんですけど、その原因をつかみに行くのっていうか、プロのなんていうか、なんかノウハウって言ったら変ですけど、なんかどういったような手法っていうのが有効なんでしょうか。僕は大体いつも何て言うかな、教室行くと、本当に砕けた感じで会話するんですよ。バカっぽいぐらいのレベルで話すんです。打ち解けるんですよ。そんな中から本音っていうのを掴んでいきます。僕はね、他のスタッフもまた違うやり方があると思うんですけど、僕はそういうバカっぽい話の中から、まあ実はカウンセリングしてるんですけど、例えば、M 君っていう子がいるんです。一緒に僕動画に出てて、昼夜逆転の直し方っていうのでね、動画を撮ってくださいんですけど、親からは何て言われたかっていうと、高校1年の時に、どこで、その原因は、その学校のオリエンテーリング出れないから、そこがきっかけで不登校になったって言ったんですね。ところが、打ち解けて僕とかでバカバカ知ってると、いや違うんですと。いや前日学校からもらったノートパソコンが初期不良で、それで心が折れちゃった。それで要するにオリエンテーリングに行きたくもなくなったっていう話だ。だからこう、なんていうのかな、こう僕はですよ、すごくこう、なんていうのかな、目線を低くできるんで、バカになれるんで、すごくこう、なんていうの、バカ話してる中で、こう、原因とか、そういうのを見るのが得意です、正直。すごく特性があります、そういう部分。人を、本質的なものを見る。ただ、その、どちらかっていうと、そういうその原因を追求しても、さっきの僕の原体験みたいに、鼻が悪いんでしょっていうんじゃなかったんです。実は、偉そうな先生が怖いからってで保健室に行ったわけでしょ。じゃあ、いつになったらそういう言葉が具現化できたかっていうと、もっと高校ぐらいになってるんですよ。あの時さって、偉そうな先生がいてさって、なんか嫌なのが保健室に行ったんだよって、そうって出て、あ、そうか、俺別に鼻が悪いから行ってなかったよねってなる。だからあんまりその原因をね、その追求してもしょうがないのかな。わかんないというか、もちろん具体的にわかるんであれば、すぐ対策打てばいいんだろうし。でも、打てなかったからって別に親御さんがそこで悩むことはない。僕だって初め、あれですよ。親がもう2人とも死んじゃいましたけど、今だったら言いますよ、あの時どうして保健室行かなかったからってさ、って偉そうな先生がいたからっているが、あ、そうだったのって多分なると思うんだけど、でもそれって別に知ったところでしょうがないじゃないですか。どちらかっていうと、ちゃんと環境を整えてあげて、適切な居場所を提供することによって、心が開くんです。僕だったら多教科だった、それが、全寮生は。もしかしたらご子息は、今ここにいる生徒さんは、高卒支援会が適切な居場所なのかもしれない。で僕、言っておきますけど、ご子息のと話すことありますよ、我々が。全然お父さんが、なんか僕と喋んないとか言ってますけど、全然僕は話せますよ、正直な話。だから別に全然僕問題ないと思う。言ってみれば、問題があるのは、他人とも喋んない、外に行っても。これ問題じゃない。でも、うちで喋んない、もしかしたら思春期かもしれない。もしかしたら、お父さん、お母さんの、まあ、いろんな関係があるのか、それは分かんない。だけど、今、
こう外に出て他人と話すのであれば、まあいやっていうふうに思われたらいいんじゃないかと思います。まあ、本当行動を先に変えてあげてっていうことなんですよね。そこで改善してあげるっていう。だから今いい方向に行ってると思いますよ、僕は。いやだってお前高3だけど、お前どうするんだったっけ。僕は一応大学行きますよ。ありがとうございます。ちょっとうちの勇気のすごい問題があるのかなんですけど、本当に5年、6年くらいしてからどの人にとって悲しいんですよ。気が利かないよお前。例えば小学校とか中学校の時になんか親御さんから苦情が来たとかいろいろあるじゃないですか。した時のどうしてそうなったかっていうのをその時は絶対話さなかったんだけど、今になって話すんですよね。だから5、6年経ってから話すとか、それでもやっぱ待つことっていうか、急がないで、でその待ってないで、やっぱ愛情とか、そういうのをきちっと積み上げていくっていうのが気になるんですよね。それが大事なのかなって、今本当に、なんか、あの時は自分はしゃべらないから、お友達が先生に嘘ついても、先生わからないですよね。でもあの時あの子を嘘と言ってたっていうのを今5、6年経ってから話すんですね。だから、そういうことがあったら待ったのに入れて愛情してあげれば絶対話してくれると思いましたね。うちの夫でも今だ問題があって困ってるんですよ。だけどそういうこともありますから、うちの経験ですよ。体験実際私が経験してでもちゃんと今教室通ってるじゃないですか。え、そう通えてるんですけどね。でもね、だんだんこれもね、本当にね、だんだんなんですよね。いいことないことは満足しなくなって、次ってハードルこう上げていくからちょっと僕も困っちゃうんですけど、順番通りね、今もう今度はバイトですよね。あ、バイトね、なんかバイト行くのとか言ったの、よろしくお願いします。もうバイト行くとまた変わりますよ。マックの、何でですか。今外人さんのマックのバイトやってるのに日本人の喋れないで観察したら困るじゃん。よろしくお願いします。お時間的にあと1人です。はい、いらっしゃいますか。じゃあもうすぐ水曜との時間終わりですね。はい、杉浦会長、発表ありがとうございました。ありがとうございました。